遅いわ。12秒の遅刻よ。だからといってあなたを責めるつもりはないわ。寛大な心の私に感謝するのね。遅刻したのに逆ギレかしら。いい度胸ね。急に呼び出してごめんね。あなたの都合も考えずに。でもこれには十分な理由があるの。その理由もちろん知りたいわよね。それは意外ね。ばっかりよ。気持ち悪くなってきちゃった。あ、ちょっと待って。本当に吐くかも。ええ。でも、これはあなたのせいよ。責任を取って、私の要件を聞いてよね。私があなたを呼んだ理由はね。もったいぶってないわ。ただ、心の整理がついてないだけ。いつも沈着冷静な私のそんな姿が見られるなんて、あなた若輩者よ。さすが、うちに3年も居候しているだけあるわ。意外ね。対人スキルが極度に低いあなたが私に突っ込むなんて。ちょっと待ってよ。私があなたに相談をするなんて、世も末ね。はあ、私、妊娠したみたい。赤ちゃん、できちゃったみたい。そうね、あなたの子よ。あなたとは3年前から同じ屋根の下であんなことやこんなことしてたし、ついこの間も港が見える公園で夕日をバックに愛を語り合ったし、あなたと私の間に子供ができるのは当然よね。無茶ぶりしたのはあなたよ。ありがとう。おかげで3秒間気が紛れたわ。その顔、相手は誰だって言いたそうね。なら教えてあげる。私の相手は、な、何よ。こんな人気のない場所に連れ込んで何をする気？ええ、聞くまでもないけど、そんなことしたら舌を噛み切るわよ。もちろんあなたのをね。場合によってはそれ以外を噛み切る覚悟もあるわ。思い出したわ。それにしても陰気臭い場所ね。とてもカビ臭いわ。正直、妊娠に比べればこんなの大した問題じゃないわ。それより、早くここから出ましょう。ジメジメして体にカビが生えそうよ。
ねえ、さっきの話だけど、あなたが死ぬほど気にしている私の相手の話よ。いいから黙って聞きなさい。私の相手はいないわ。見ての通り私は処女よ。言った通りよ。相手がいないのに私は妊娠したの。初めは想像妊娠かと思ったけど、でも24個の妊娠検査薬がそうじゃないと証明した。ちなみに医者にはまだ行ってない。怖かったから。油断するな。次は食らえ。俺の番か。食らえ。終わったな。